もし、静かご準備で機動戦士ガンダム29話やっていきましょう。ぜひと皆さん、グッドボタン、チャンネル登録ボタンよろしくお願いいたします。それでは、ジョニキ、いきまーす。おう、こっからか、こっからか。これ、爆風でやられたとだろう、発射の。素人ゆえの悲しい出来事であったかもしれない。しかし、何とも言えんな。戦火の中に散っていった、その若い命のことは、決して小さなことではなかった。これがリアルか。そっか、こういったことでやられる。廃止殿の深い悲しみを慰めることなど、誰にもできはしなかった。確かにな、準備段階で自爆するとかってのもあるからな。ホワイトベースは南米大陸に入った地球連邦軍本部ジャブローへ向かうために。ジャブローに散る、ジャブローに散る、誰が？ジャブローに散る。誰が散るんだよ。なんかね、前回では彼女がやられた時に俺なんでやねんってなっちゃったんですよ。それでやられるのみたいになっちゃったんだけど、やられるんだよね。だから言ったみたいにロケランを撃とうと思ったら、前後ろ逆だったみたいなさ、なんかことで後ろにじゃあ壁がありました、ドーン死亡とかっていうのは、戦場探せば誰かしらいるじゃないですか。まあ、そういう感覚ですよね。多分ですけど、そう考えるとなんかリアルだな、みたいな。一瞬、嘘やろってなったけど、それでみたいな。いや、だからそれで死ぬんだよねって話なんだよな。リアルやろ。ちょっと一瞬ハテナが出たけど、よう考えればそういうことなんだよな。とはいえども、カイさん、これガン詰め案件じゃないの？スパイを入れて。結局そこは引っかかるんだけどね。おっしゃ、間違いありません。木場はジャブローに向かっています。どう？スパイの情報通り。逃がすなよ。ほっ、誰が散るね。魔界みたいだな。海の色といい、なんか今の鳥といい、魔界やん。ハンターに出てくる地獄鳥っつったらね、理解しちゃうもんな。あの、血によってくるやつ。地獄じゃねえけど、血による鳥。あ、取れません。あー、飛んでる。ちょ、すごいや。おー、とっ捕まってないんだ。怒られないの？アムロの時はぶち込まなあかんって言うてやん、俺に。こいつはいいのか、神はいいのか。ドック入りですね。あー、もう一回今の、いよいよ連邦軍のドック入りですね。はいはい、ドック入り。ドック入りってこと？連邦軍のドック入り。全員に告げる。犬が入る。ジャブローに入る。違うよね。対空監視を怠るなよ。ドックイコールジャブロー2。なんか、え、ドック入りってどういうこと？ジャブローだって何も見えないじゃん。でも普通に施設じゃんね、ドックって言ったら。あー、やはり、あー、すげー、すげー。おー、このジャブラーもびっくりやな。ドラゴンボールのつばはきおじさんね。すげー、すげー。猿もびっくりしてる。こんなもんあったんか、悪い。ここすげーなー知らんけど、そういう風に言ってるかもしれない。猿が開いたぞー。おー、カイさんが。マジでカイさん誰も詰めないんだね。アムロね、なんかぶち込まなあかんやろって言われとったけど。着陸完了。はい、脱走プラスわけのわからない人ぶち込んで、スパイを。僕の反応が消えました。人も死んだぞついにジャブローの最大の出入り口を突き止めたというわけ。おー、消えた地点を中心に徹底的に調査しろ。ジャブローの基地もろとも叩き潰してやる。あらららららら、よくないね。誰が散るんだ？ジャブロー自体が破壊されんのか。ホワイトベースこそ実戦を繰り返してきたガンダムな。だいぶ。よし、点検かかれ。点検作業かかれ。すげえな、こんなか。第一第二部隊、点検作業かかれ。すげえ、変人第四部隊って言った。第一第二部隊、点検作業かかれ。第一ね、はい、変人第四部隊で聞こえたわ。ウッディ隊でいらっしゃいます。ホワイトベースの責任者、ブライトノアであります。はい、ご苦労。あ、アムロ・レイという少年はいるか。アムロ、はい、有名やな、当然から。彼がアムロ、はい、あんな少年とは。誰もが驚く。君がガンダムのパイロットなのか、はい、マチルダから聞いてはいたが。おお、マチルダさんから。声色が変わったマチルダさん。なんだって？ゾックって言ってました。モビルスーツのゾック。使えるゾック。水陸両用、ジャンプ力もダクの数倍だと。誰が言うのだ。北米キャルフォルニアの技師の話です。キャルフォルニア。あれが見かけ倒しでなければいい。なんかついとんな。頭にピンクいのが。北米キャルフォルニアからの援軍が付き次第、我が隊からも第二次攻撃隊が出る。諸君らはその先発隊として任務を十分に果たしてもらいたい。何が出るんやろな、あれ。お、入った。ゾック、ゴック、ズゴック、ゾック。近しいからこその、そういう感じやな。おー、イルカいるの、そこ。川やろ、これ。めっちゃ川に上がっていったな。サケか、このイルカは。サケやろ。身体検査がこんなに手間のかかるものとはね。サケイルカ。まったくさ。だけど、アムロのは特別長かったけど、何かあったのかい？おー。いや、脳波やらレントゲンやら忙しかったけど、同じだろ？カイさん。あら。俺は身体強健、精神に異常なしだったよ。さすがに揃いすぎるぐらいに揃っているわね、はい、ここの人。どう？彼が言うと面白いね。すいません、念のためハロでモザイクお願いします。そう、もうロリの裸やめてくれや、マジで。ラセるんだよ、 YouTube 的に。さあ、ハロでお願いします。すいません。ウッディ隊員、本当にアムロ君お休みにならないんですか？あ、うまそうなパン。監督はそんな役でね、お手伝いできることがあればと思って。ジャブローにいる時ぐらい我々に任せたまえ。すいません、隊員はマチルダ中尉とは。彼女とはオデッサ作戦が終わったら結婚する予定だったんだ。
ご結婚。その時はホワイトベースの人もジャブローにいるだろうから式には出てもらおうとマチルダは言っていた。なんとそうだったんですか。失恋。そんなことがあったんですか。失恋に失恋。おーおーおーおお、まさかのまさか。でもまあ気持ちをこういう風に切り替えると地獄だよね。結婚する予定のパートナーがおったわけで、失恋からのじゃあそのパートナーの気持ちになってみると地獄やで。これすいませんでした。おお、はい、切り替えですね。僕がもっとガンダムを上手に使えれば、マチルダさんは死なないで済んだんですよね。すいませんでした。おお、うぬぼれるんじゃないアムロ君。ガンダム一機の働きでマチルダが助けられたり戦争が勝てるなどというほど甘いものではないんだぞ。でもパイロットはその時の戦いに全力を尽くして後悔するような戦い方をしなければそれでいい。はい、偉い人。私はマチルダが手をかけたこのホワイトベースを愛している。おー、だからこの修理に全力をかけている。めっちゃいい人やな。やば、それがお互いの任務さ。すげえ、めっちゃいい人、超いい人。うん、すげえわ、めっちゃ好きになったわ。ウッディさんクール、めっちゃクール。本当に見つけたぞ、ジャブローの入り口だ。ピンクのがめっちゃ気になるんだよな。なんか犬のあれみたいやな。わかる。ことは攻撃はない、カムフラージュを見破られたくはない。犬のあれみたいなんだよ。もう結論を言うとホワイトベース隊は今まで通り任務についてもらう。はい、なおテアム艦隊に配属されるが、正式な通達は作戦前に行う。はい、それでそれまで我々は当てがわれた宿舎で休め、処罰はしない、うん、未来さん、それがあなたのお父上への恩返しと思ってもらいたい。お父上。ほう、連邦も惜しい政治家を亡くしたものだと今でも残念に思っています。おお、お父上がご健在ならあなただってサイドセブンに移民など。やめてください。そのお父上すごい人なんやね。ネイブロック第2318第2438敵接近第2戦闘配置。休めるのありがたいなって言おうとした瞬間これか。よし、宿舎に帰って一応警戒態勢は取ってくれ。まあ、まあ言うて来てるからな、はい、シャアたちが。休めるっていう言葉だけでありがたいけど。しかし第一波の攻撃としては少なすぎることをおわり申し上げます。何の仕事、うん、どのくらいでジャブローに着くのか。1時間弱です。結構アマゾン川みたいな感じだねこれは。うん、イルカがいるってのはすげえな。イルカはイルカいます。攻撃しますか。いや、こちらの場所を知らせるだけだ。やめろ。お、2機は水中専用の極です。1機はコンピューターに入っていません。死に型モビルスーツか。よし、ジャブロー南ブロック全体第2戦闘対戦に入らせろ。新型いっぱい出るな、すごいっすね。はい、やってちょうだい。後半戦でこんなに新型出るとは。モビルアーマーしかり。誰はメビルアーマー。どこ行くの。ホワイトベースです。第2戦闘配置だって俺たちホワイトベースに行くしかないでしょ。みんなも来ます。そうだな、ハイドさん本当声いいよな、たまらんわ。いくつ上がった。いいっすよ。よくわかりません。しかし4つ以上であることどれかが本物で他のはカムフラージュ。来るぞ、第一戦闘配置に切り替えろ。緊迫感高まる。おお、大量大量。発光信号を確認。おい128ミサイル発射。おお、やーべえなこれは。耐えられんわな。すーげえ。いやー、この後半戦でなんかこの規模感なんかすごいっすね。まだまだ余力あるっていうか、いろんなものがまだ出てくるってびっくりですよ。ちょっとあの緑の機体いじって申し訳ないですけどね。ゾックだっけ、ドックのドックにしか見えねえんだよ。うまいことバキュンで効果音入れてください。今僕が言ったことに、すいません。ピンクいのが気になってしょうがないんで、アホなんで。はい、第一戦闘配置の命令です。乗り組みをホワイトベースに乗せます。ああ、いいだろう。とりあえずモビルスーツは直しといたが、ホワイトベースは使えんぞ。ウッディさんいいな、すごくええわ。おお、すげえ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 、やべえ、あんな感じで出れるんだ、やば、超クール。あああの猿怒っとるで、こんな暴れて。未来参謀本部から情報を至急集めてくる。容赦ねえな。我々には外の戦いが分からなければ手の打ちようがない。まあ容赦ねえか。はい、こちらホワイトベースです。作戦本部、敵の動きを教えてください。出撃できるか。はい、うん、ジャブローの入り口の警備ということで、アムロとセイラはジブルで出します。了解。カイド、ハヤトはガンキャノン、ガンタンクを急げ。おお、こんなところまで追いかけてくるのかよ、ジオン。本当にな、休む時間がねえ。俺はもう悲しまないぜ。お前みたいな子を増やさせないためにジオンを叩く、徹底的にな。まあ確かにね。ガンタン、ハヤト出ます。アムロ、ジオンで。どうぞ。ジブル、アムロ、セイラ、こうなってるわけだから、ジオンのために働こうか、どこかのために働けばこうなったらいけない。ジャブローの入り口のところで敵は侵入してくると思いますから。了解。ガンダム、ナイス連携。おお、あれはジムです。ガンダムの生産タイプです。ジム、へえへえ、すげえ。ジム、名前はどっかで聞いたことあるな。ジムって、生きててどっかでジムって。ザクソ、ウムの第一波突入します。すげえ、初めて見たジム。シャア大佐のズゴック隊は最後に突入してください。ストライクのそういう量産タイプやの。すげえな、シードで言うとこな。リーフォワン、ジッタル、行くぞ、離れるなよ。あ、はっ。おー、出た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 。おー、いっぱい来たな。ちゃんとドムもおるし、やべえな。
うわ、なんかもう全戦力をかけて潰しに来たって感じやな。おお、やる、サクサクやれてるね。すげえすげえすげえ。まあまあ数多いから来るのは来るとして、おお、グフも来て、やべえな、すげえな。リコは見られたか。さすがにジャブロだ。何機のモビルスーツが降りられるんだ。おお、やば。これに乗ってくるの意外ですね。なんか普通にザクとか乗ってきそうなイメージだったけど。先発隊と接触するのが第一だな。やるな、ガンガンやられてるね。28機のモビルスーツが降下したようです。かなりの大部隊だな。とは言っても、ジャブロを全部を攻撃するのには少なすぎる。ほう、狙いは宇宙船ドックのある A ブロックのみ。ホワイトベースつけられましたな。ああ、永遠に厄介者かな、ホワイトベースは。まあまあ冷ややかになるわな。作戦本部からの情報がまるっきり入りません。全てのテレビを船外監視用に切り替えろ。頑張ってんのに。これでは戦いようがない。ただこれは作戦本部に怒鳴り込んで。いやー、相変わらずきつい。迂闊に外に出てはジャブロの入り口を敵に教えることになるし、はい、このままでは、敵の動きが一切わからないというのも戦いようがないわね。こっちから出て行って目の前に敵がいたんじゃ合わねえしな。ああ、ミナルの敵も撃てねえのかよ。まったく我慢我慢ですね今は。とはいえ限界がある。来るな、あっちよめ。怖いな、シャーが怖いな。なんだこれは。そこか。おお、何これ。こっからなんか出すんだ、赤いのから。ホラスキニフ、守備はどうなのだ。おお、爆薬を仕掛けたところであります。あら、気にしますか。いや、正面からか。おお、他に入り口は500メートル上流にもう一つ小さいのがあります。うん、両面で行こう。おお、ここはゴック2機でやらせる。私とブラスキニフは上流から侵入する。ついてこい。やりづらいな、すごくやりづらいね。あっちもこっちもさすがだな。一点集中ではないところがまた。おー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 おおおお、来た来た来た。うわー怖えー、超怖えな。なんか胸から出し頭から出しの違いがまたおもろいな。うわー来るぞ、ジオンだ。ジオンの侵入を許したのか。おーっていうことを作業員も防戦に当たらせろ。はやばいね。マチルダが命を懸けて守り抜いたホワイトベースを、そっか、私の前で沈めさせることはできん。彼もここで散るのか。ホワイトベースには近づけさせるものか。うーわー、なんだ最悪だ、まずすぎる。なんとか追い出さないといけない。ゴック一気撃破。よっ、やったわ。セイラさん、やる。キーブルは下がります。え、カイさん燃えてるからな。突破されたらしいんです。ここはカイさんとハヤトに任せましょう。了解。今のカイさんは強いで、強いで。かなりの敵がいるらしいわよ、アムロ。どう乗り越えるよこれ。強め、ジムが吹っ飛んだか。俺たちのホワイトベースだ。おー、ジーブルをガンダムにチェンジさせろ。俺たちのホワイトベースだ。侵入は早いぞ。愛してるんだよな。ジーブル、ジーブル、ガンダムに変わってください。了解。何が侵入したんだ、ザクかグフか。わからないわ。B デッキ、G アーマー、B パーツ発射してください。もうここから大量だよな。ついに動く。だがだいぶもう入ってきてる。どうすんだい。いいね、スムーズに合体していく。おー、ホバークラフトは無理です。下がってください。うん、あれはウッディ隊。おお、行ったらあかん。隊無茶です。止めようとしたな。下がってください。あかんな、あかんな。赤い色のモビルスーツ。おお、ザクじゃないけど赤い色のモビルスーツ。はい、といえばシャアじゃないか。もうわかる、動き早い。やばいぞやばいぞ。誰、結構パワーあるからな。おお、行った。ジムがやめろ、迂闊に近づくんじゃない。早い早い、クソ早いな。おお、あーおー、わーわー、強いな強いな。しかもシャアが乗っている。ヤバス、間違いない。やつだ、やつだ。性能と腕前すごくヤバい。いや、ウッディさん下がってほしいな。言うこと聞いて。うわー怖い、このニヤッとした感じ。ニヤーってこうやってきたぜみたいな。待たせたな、さあ始めようか。間違いない、そんな感じ。ぐわー、あれはシャアだ。おー、はやっ、跳ね返りでとつってきたな。おお、でも対応できてるね、早く。さらにできるようになったな、ガンダム。ああ、成長はしてるよ、相当。うおお、溶けとんな。おお、すっげえ、それごと。うわ、ごと。おお、ああやべ。ジャブロから手だけ。フェンティ隊、無理です。冗談ではない。あーあー、ほら言わんこっちゃない。ああ、言わんこっちゃねえ。最悪や。ブラスキニフ聞こえるか、援護を頼む。クソ厄介、マジでシャアは。とぉするな、シャアを撃たせろ。これはイラっとくんな。おぉ、すげえ、そこやっば、一撃必殺強い。なぜそこがコックピットだってわかるんだよ。いやすごいな。間
違いない。マジであのモビルスーツ間違いなくシャアだ。今のアムロは解散同様強いよ。ジャムロまで追いかけてくるのか。シャアはストーカーや。聞こえて大丈夫？大丈夫だ。モビルスーツ一機取り逃がしたけど、キリッとしとんな。ご苦労様、大体敵は殲滅したらしいわ。男前が上がったよ。損害もすごいけど。ああ、そうだろうな。うん、いやー、ウッディさんは超きついな。マジできついわ。あれも生きてようがないもんな。しかも同じ死に方してるよね。コックピット破壊されてって、マチルダさんとウッディ隊が死んだのか。いやー、僕ら以上にホワイトベースに愛着があったようです。うん、そんな気がします。はい、わかるわ。だいぶあったね。男の人ってそんな感じ方するのよね。あー、そうなの。さあ、シャアが帰ってきました。特別だね。そう考えるとシャア見たのか。未来さんも思うとこあるわけか。赤いモビルスーツしか見ていませんが、似た状況。あれは赤い彗星のシャアです。うん、この反応はシャア。うん、これはまたなんか広がりそうだね。兄さんって言って誰やねんって反応だったもんな。はい、ということでね、それがどういう風に回収されていくのか、これもだからガンダムで大きな謎ですよね。兄弟なのか何なのか。兄弟です。速攻バラシグサイルね、うさーって言って仮面取るんかいみたいな。もう本当にあの今でもその衝撃を忘れられないですけどね。そんな早く仮面とか取らんのんで、シートでもなんでもね、嘘やろって。そんな秒で取るかって、もうねびっくりしましたけどね。まあここら辺の話がどういう風になってくるのかっていうのはまだまだ残った謎なんでね、そこら辺を楽しみにしていきたいと思います。いやー、ウッディさん敬礼です。ウッディさんは本当にいい人でしたね。少ないね、あの登場のね時間でございましたけど、それだけでわかる本当にいい人でしたね。まあ、今きっとね2人は一緒にね、まあ、天国でね、いるのかなというふうに思いますんでね。まあそれはそれとしてね、こっからだからこその勝っていくっていうのはね、マストの話になってくると思うので、どうなっていくのか見ていきたいなと思います。最後になります。グッドボタン、チャンネル登録ボタンよろしくお願いいたします。また次回お会いしましょう。 See you next time!